ね、今からねクラス替えについての動画です。はい、あの前回の前回かな、ごめん、前々回かもしれないです、はい、あの準備の時の動画で、最後まで見てくれてた人にはわかるんですけど、あのプラ板をね、お友達からもらったプラ板を持って学校に行って、そのね、お友達としほちゃんは同じクラスになりたいそうなんですけど、なりたかったです。そう、そのお友達と一緒になれるように、うん、プラ板を持って、はい、カバンにつけてったんだよね。あ、もう取りました。あ、もう取ったなれると信じてお守りとして持ってったんです、はいはい、で、どうなるかっていうのをまた報告しますねっていう形で終わりましたよね。終わりましたね。あの最後まで見てくれてない人は何の話ってなるかもしれないんですけどです、ね、あのね、準備の動画の時、りみちゃんが最初メソメソしちゃった時のねやつ、はい、その時の動画をちょっと見てもらった方、見てない方は見てもらった方が面白いかもしれないです。そうですね、はい、言っちゃいます。いきなり聞いちゃってもいいですか。もうもったいないってもしょうがないんだよね。いいですよ。じゃあ、あのスプラトゥーンのプラ版のお友達とは一緒のクラスになれましたか。なりませんでした。ダーン、なれませんでした。なれませんでした。残念。しほちゃんはじゃあ何組になりましたか。2組。先走っちゃった。友達が、うん、あのプラ版の友達は1組で、うん、私が2組になりました、うん、2組か。うん、しほちゃんは2組2組2組1組2組4年生だけ1組だったんだね。そう、4年生だけ1組の3なんで、うん、あとはみんな2年違う2組の2番、2組の2番、2組の2番、2組の2番ですよ。すごい、全部2番、全部2番、2組の2番、2番は貫いてるんだね。2番は貫いてます。すごい、うん、あのね、うん、出席番号しーちゃん2番だった。2番だった、そう、2番だった、うん、そう、2番だった、うん、リミは出席番号何番。4番に戻った。あー、遅くなった ね、前2番だったもんね。そっか。じゃあ次、リミちゃん何組になりましたか。じゃるーでん、3組。また3組。1年3組、2年3組、3年3組。わー、わー、りみちゃんも3組を貫いております。私も2組貫いてましたからね。来年はどうなるかわかんないけど、とりあえず今のところ。どうでしたか、でも2人とも。去年はちょっと落ち込み気味だったかな。よかったです。よかった。りみ、うん、はよかった。よかった。先生は、りみちゃん先生心配心配してたよね。先生ね、優しいよ、うん、私のおすすめの先生。ほんと、よかったよかった。そう、しほちゃんがね、大好きだった先生らしいので。好きなんですよ、ね、先生。そうだよね、はい。じゃあしほちゃんは新任の先生だったんだね。新しい、新しく来た。あ、でも新しく来た。前の学校で1年4年生をやってる。そうなんだ。じゃあ転任してきた先生だね。持ち上がった先生、うん、持ち上がったって感じのイメージなんだって。あー、先生、なるほどね。そっかそっか。はいはい、頑張ります。はい。え、でもめっちゃ良かった。優しそうだった。うん。あ、優しそうじゃない。あ、めっちゃ褒めてくるんだ。うーん。今の空気すごくいいと思います。とか。へえ。そっか。なんか変わったことはあった？学校行って。変わったこと？手洗えとか。なかった。なかった。あ、変わったことあった。何？席離れてた。本当？席一人？一人。うん。くっつけなくて、男子女子別々でこう、こういうこと。あ、だからすっごい教室が狭く感じて。そうだよね、机やっぱひら、あの、開いてたんだ、開いてた。そうだよね。ちょっと、リミね、うん、ドア側だからちゃんと。そうだよね。私、窓側でさ、ぴったり窓とくっついてさ、本当にさ、こっちのさ、服つけれないというか。そうだよね。今日は遊ばない。うん、うん、そうです、それが一番。みんな遊ぶ言ってんだよ。そうなの？え、私は遊び約束しようとしたよ。はい、ということで、はい、クラスは一緒になれませんでしたけども、お互いね、いいクラスになれたようです。仲いい友達他にもいるんだけど、うんうん、その子と一緒になれたり、うんうん、よかったです。はい、よかったですね。リミも仲いい子となれたね。うん、うん。